契約を交わしたのは12歳の頃。それからずっと戦ってきた。長かったのか短かったのか、たくさんの出来事があったのは確かね。たくさんの出来事がありすぎて、なんか微動だにしなくなっちゃったってこと。ビッグレンズのソジャックメンです。この髪の これやばいでしょ。ブドウの実みたいになってくる。大丈夫。ロードトゥイロハス無双ね、引き続きこのチームでちょっと改良したんで、今回はマギアを打ちまくって本当に無双できるような感じになると思います。メモリアとしてはそのアジアドラマティックっていうメモリアと至福の世界。至福の世界はね、ダメージカット状態になるんで、敵が弱いやつだって狙ってくるのはそのままで、そのダメージだけ減るっていうことができるんで、19万のここと戦ってみようか。勝てるかな。きっと大丈夫。さあ、この参拝陣形でね、挑んでいく。この参拝陣形のね、特徴を知らない人がいたら困るから、何回も説明になっちゃってあれなんだけど、これマイティクロスって言って、この十字の陣形なんだよね。もう十字がまずかっこいいじゃない。クロス、ダガーみたいで、でこの後ろの部分が攻撃力アップだけど誰もいないから。でこの前の部分はイロハのいる場所は防御力アップなんだけど、同時にね攻撃力下がるっていうね、そういう意味の分かんないデバフがついてるんだけど、あえてこれでね行くっていうね、行く理由はただ単純にこの陣形の形がかっこいいから。よし、やっていこう。じゃあつく用のディスクがたくさんあるんで、さっきのためね、おっ、一応まさらにこうやられてる。こうやって攻撃するけどダメージカットがついてる。ちょっとやられかけてる。で、ここで、このね、つくよちゃんの攻撃を使ってうまいことね。あ、てか後ろもやばいな。後ろ、この辺狙っちゃう。これ、1、2、3。あ、ちょっと、1、2、3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 、
野鳥のブラストが怖い。今あのヒルド結構マギア溜まってきてね。でここでマギア打ってもいいんだけど、せっかくなんで、あ、せっかくなんでとか、日本か、打ってきたとしてもってないで、これをまずやって、わかりました。で、持って、これで、決まりました。これで、ました。これで、突き起こすんです。こうすると、抜けてくれるから。でもこれでマギア2連発くらいで。無駄にも足しません。もうちょっとでね、ドッペル打てる感じだね。耐えろ耐えろ。この攻撃で、だからドッペル打てる。打てなかったか。打てなかったけど、まあだね。ちょっと色派を回復させて、もうね、3人とも死なずに済むっていうのがいい。で、これで、こうして、いや、一回打っちゃった。せっかく溜まったから、この姉妹のね、ダブルで打ってみたいです。これで、して。何で残ったのかな。これで。決めた。これで死んだら、ね、死んだね。あのマギアレベルね上げてきたから、前回のあのこれも元気でいるおかげだ ね。そう、悔しい思いしたんで、あまりにも悔しくて、一気にマギアレベル5まで、あの司ちゃん上げたからね、もう完全体になってる。一気にこの3体か、いや3体よりこっちの方が戦いやすいか。ここに行こう。よし、行こう。で、まずやばい、結構盛りだくさんについてるんで、まずここだね。アリナがやばいと思う。アリナ、アンコも怖いけど、アリナだな。アリナ潰しからの、アンコ潰しだ、ね、じゃあ、早速ね、服用の引き方をつける。これでまず死んでもらえる。ああ、いいっすよ。うわ、強いな、あのアンコ。やばい、死んでる。あかんやん、これはいかんやつだ。あかんやつだ、これ。これやばいやつだ。やばい、負けるぞ。どうしよう。ヨハちゃん、どうするんですか。とりあえず、これで死ぬでしょ、ここは死ぬよ。で、どっちが強い。いやー、ちょっとアンコやばいな。アンコもやばいけど、これ無理じゃねこれ。普通に厳しい感じがすごい、ひしひしと伝わってくる。これでどう？どうしても使いください。いくよ。むずいな、アンコ。敵のレベルだね。いや、この機械弱いな、今の。今のは超弱かったな。はい、終わりました。ここからでももしかしたらね。いや、もしかしないな。どう頑張っても、どうあがいてもきついな、これ。かわいそうなってきたな。やめろ。止めらんないよ。はい、死んだ。大体死ぬときこうなるんで。先にね、持ってかれるんで、姉妹が。ここと戦ってみるか、でも、あえて。100。まあ、同じ結果になりそうだけどな。もしかしたらうまくいくかもしれない。さあ、演奏開始だね。オーリーマミがいる時点で、かなり無理があるけどな。じゃあ、演奏開始。なるべくこの時はイロハで回復できるようにした方がいいかな。そんな気もするな。まず、これ。何を使ったかな。いけるか。さあ、どれくらいの攻撃が。怖い。やばいな、結構食らってる。でもこれで、そうだな、回復使えるようにしたいな。決めた。頼みます。決めた。私が行きます。やるんだ。いいぞ。まずアンコはいいぞ。甘いわ。めっちゃ回復してるんだ。やばい。死んだ。これでなんとか回復できる。これ回復するんだけど、野鳥が悪いんかな。脅威は野鳥ばかりやっぱ。氷の神さんも怖かったよね。一番強く。呪いもかけて、確実に野鳥がまず潰してから前へ進む。これで、あなたの力を無駄にいたしません。何もいたしません。固くない。呪いで死んだ。よし。覚悟しといてよね。やめろんだ。やばい。死んだくない。やばい。いや、めっちゃギリギリの戦いだな、これ。じゃあ、でもここで一旦だけイロハが盾になれるんで、このね、陣形のいいところは、ここで挑発を打つことで、姉妹にね、攻撃の手が及ばなくなる。こうして、一旦稼いで、その間にこのマギアを貯めて、うまくいけばドッペルが打てるんじゃねってやつをね、ちょっとやっていきたいな。じゃあ、ホールマンかな、やっぱ。氷の潰しからのレナ結構アタックタイプが怖い。レナ叩いて、こうして、で、これをこっちにやる。これかなりドバッと取れる。かなりやばいところや。例えば、よし、いいね。あ、狙いちゃったんですか。しかしな、ここまで読めなかったわ。で、これで、ここからの攻撃は全部イロハ。イロハが耐えれるかどうか。耐えるか。よし、返した。いい。よし、見て。できた。これで、当倍にしよう。このなんかヒーヒー言ってる顔かわいいよね。でこのヒーヒー言ってる状態からドッペル、ね、強いでしょ、司のドッペルを。そう、ミラーズでドッペル打てるのめっちゃ楽しいなと思って。でイロハはしかもこれ回復するから、お弁当食べて回復して、やってみる。で残りのターンがあるから頼みます。防げない。まあ万が一ね、生き延びた時みたいな危険だね、これは。異論は認めません。できた。
エゴって書いてるの違うか違うわ全然勘違いしてる。よし仲良くおだぶつした。やったでございます。やったでございますって日本語絶対おかしい。ということで見せたかったマギアを撃つっていうのが見れ出せたんで、でまた次回ねどうしようかな、次回また編成考えて変えたりするかもしれないんだけど、引き続きねミラーズの動画も撮っていきたいと思います。じゃあまたな。